はい、こんにちは、ずんどうです。今回ですね、梅もろ使っていこう。梅酒かな、梅の酒の梅酒のキャラなんだけど、俺さ、激ヤバ、純蔵幼少期激ヤバエピソード言っていい？3歳とか2歳とか3歳の時に、テーブルにさ、梅酒が置いてあったんだ。梅酒がこうポンと置いてあって、それを3歳の純蔵が一気飲みしたっていうね。梅酒もうアルコール入ってるしさ、お酒だから赤ちゃんが飲んだらさ、やばいんだけど、梅酒をグワーって一気飲みして、お母さんが、うわー、待ってみたいな。何飲んでんの、純蔵ちゃん何飲んでんのってなって、で俺が全然平気っていうね、もうピンピンしてる平気だったっていう話があるんだけど、まあそれは置いといて、26段の変身ですね。でこの子強いんだよね、普通に無効貫通6個で悪魔キラーもあるし、陰加護、陰の熟成もあると。これで仕上げです。仕上げです、 OK。 で5ターンでこのスキルが強いね、スキルが全部これ76とか返してくれるとはくれるし強いと。で今回もう脳筋脳筋ガチガチパーティー組んできた。炭治郎、間違えた、教授のね、煉獄さんでコンモカさんをしつつ、まあ、吸収しつつ、この武器ね、ポッピングの遺跡持ってきた。これがね、2ターンチャージでいいなと思って、無効貫通と2ターンチャージあるし、なんか強いと思って持ってきた。でアンタレスちゃんは、アンタレスは、18ターンの変身で、これまあスキル進化で持ってきた、まあ、これをループしていこうっていう感じかな。これ楽しいね。でこれ無効貫通つけたと。でもう3体目もつけたと、無効貫通つけました。で梅酒が、アンタレスの武器、副属性ヒット無効貫通で持ってきた。でフレンドが炭治郎。いやいいね、炭治郎と煉獄さんがこうやってんの、いいね、やってんのっていうか、いいね。でドラゴンキラー振りました。で上限ね、やってこう。うわちょっとこれ爆速じゃない、もしかして爆速周回できるんじゃないこれ。OK。 うわ遅延きた、危ねえ。うわー、マジか、嘘だろ、うわマジか、ちょっと待って、ここあれにすっか。やべえ、積んだ。2ターンのあれすっか、2ターン変数にすっか。ここのあれスキルさ、2ターン変数にすっか。よっしゃ、バリー死んだ。OK、2ターン変数と、これダブルマーベルの武器持ってきたわ。これで変身できるね、進化できるね。ダブルマーベリング打って、でこれも打とうか。これ打って OK、 これ打って OK で梅もらうたまるね。で支援していく。でポッピングも打って、煉獄クエーンになって OK、 これでいいか。やばい、待って、上画面見てへんかった、全然。ちょっと待って、ごめん、今のなしだ、なし。耐久値が相当硬いと、77% 経験すげえ強い。でこれ打ってずらすと OK、 これで倒していこう。7コンボ、いやーいいね。これよ、求めてたんこれよ、やっぱり2階層。これ来た、赤ちゃんゾーン来た。これはちょっとあれだな、これ打つか、普通に打てるね。これ打って倒していこう。強くね、いやいいね、これ好きだ、マジで好き。吸収がね、待って、吸収があと4ターンだ。耐久できるかなこれ。これで耐久できる。いやもうこれ数値がおかしいもん、これ数値がおかしいもん。あ全然逃げるわ、ちょっと回復するか、まあ、これは倒せないんで OK でしょう。7コンボ、うわーダメだ、待ってダメだ。これダメか、ちょっとさ、これあれにすっか、なんだっけ、無効というか無効貫通プラスダメージ吸収の武器で持ってこようか。これちょっと負ける、これこれ負けんな、これやべえ、なんとか耐えてですよね。あちょっと待って、みんな待って、これさ、あのイーデン校のあのあいつなんだっけ、何の武器だっけあいつ、あのなんだっけこのキャラ、この武器、あの名前は出てくる、名前出てこないけど顔は覚えてる、あの俺のケーキ取ったろみたいな、あのキャラの武器つけてきたんだけど、
ちょっとミスったね。普通にここで貯めて、これでさ、メモの4ターンチェーンさせるじゃん、これ。いいね、いいね。あ、これは貯まるんだ。貯まるんだ。あ、貯まるんか。これ打ってこう。じゃあ、これ打って。で、これ打って。あ、でも、待った方が良かったかな、ちょっと。で、3ターンチェーンと。OK。で、一旦待つか。待ってるね、一旦。で、メタランタレス貯めていこうか。これ貯めていって、で、アンちゃん打って倒すと。うん。とにかく、無効貫通、急行石、はみ出ないようにしよう。はみ出るメンチカツバーガーにならないようにしよう。3階層。これ顔面ね。顔面来た。顔面ピンボール来たけど、これ、まあいけるでしょ。ルーレット、あれかな。気をつけようか。ほい、これで。これでもうカンストすると。楽しすぎない。ほんと強い。で、覚醒向こうもこれが効いてるって感じか。いいね。いいね。4階層。指半減も関係ねえと。全く関係ねえと。で、これを打って倒せると。いや、これ、爆速周回できんじゃん、これ。で、倒せるかな。オッケー、強い。煉獄さんもいいね。なんか、なんだかんだ言われてるけど、強いね、やっぱ。でも、普通に強い。で、これ、耐久して、再生振ってるんで大丈夫と。で、無効貫通もこれ、これ打とうか。オッケー、これ打って、もう自力で組むか。自力でもう向こう側に組むか。そう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 。こんな感じでもうこれでいいや。これで OK かな。あー、ずれた。待って、ずれた。ずれました。マジか。やっちゃった。まあ、でもこれ、雑巾飛んでくるけど、牛乳をめっちゃ吸ってる雑巾めっちゃ飛んでくるけど、まあ、全然 OK。あー、待って、これ。あ、これ大丈夫だ。これルーレットがさ、一見怖いじゃん。でもこっち見ればいいんだ。こっち見れば、ルーレット合うんで。あ、待って、ごめん、本当にダメ、本当にダメ、本当に待って、繋がってるのを全然把握してない、全然確認してない、嘘、ごめんなさい。これ繋がったいね。 OK、 これでやっとこう。一応コンボした、一応水もコンボした。 OK、 これで10コンボいった。いや、強いね、いいね、強いね、マジでいいぞ、マジでいいよ。6階層で、アルファだっけ、オメガか、アルファか。なんかアルファってなんかなかったっけ。あぶねん。あー、これ回復力ねえんか。あれがねえわ。ちょっと待って、みんな、あれがないわ。回復回復の4割合回復ないわ。終わってるか、終わってる、これ、もしかして終わってんな終わってんな。いや、マジか。ベルディング来た、ベルディング来た、やばい、待って、先生あったっけ。これちょっと、オッケー、エンランまで戻ってきた。で、ちゃんと回復してきた。しっかり回復してきた。で、ちょっとさ、これロック解除すっか。ロック解除して、解除します。あと、溜まっちゃうな、これが。溜まっちゃうな。で、あんたちゃんも打って、回復なって、いらなかったか、アンタレス。待って待って、普通にいろいろミスってんだけど、まあ、これでいっか。ちょっと最小限最低限パズルで、まあ、回復もしていこうか。ちょっとつながってるけどちゃんとしっかり確認して、しっかり確認して。で、うん、待って、76にできる。でも待って、これ打って9個あるね、9個あるね。で、解除、ロック解除は、火のロック解除はないか、エルジはないか。ちょっとなるべく多く消しとこう。なるべく消しておいて、OK、これで。消しておきます。うん、これで。あー、いい回復きた。十字架回復きた。倒していく、OK。倒しました。で、これが溜まっちゃいそうだな。あー、あと1ターン、危ねえ。撃とうか。これ撃とうか。本当は、多分ね、間違ってる、ダンジョン。ダンジョン、行くダンジョン間違ってるわ。普通にバンジュ行ったらよかった。バンジュがさ、5×4 の 5×4 のさ、バーギミックあんじゃん。それ絶対そっちやん、絶対そっちやん。ちょっと待って、ちょっと待って、すごいね、今、すごいダメだ、今の今のすごいダメで倒してると OK。 次はしっかりパズルしよう。で、9階層ニースね。これ先生あったっけ、ニース。
先生あったっけ、あるな、回復どっかでしておきたいな。あ、できんじゃんこれ。じゃあこれ回復して、まあこんなもんでいいかな。まあこれでみんな今のはなかったことにしてくれ今のパズルはもう多分カットしてる、あのひどすぎてカットしてるわ。でこうして、まあこれでいいか、まあ、適当コンボでいいか。これで7、8、10、まあ、10コンボいきたいね。ちょっと正直10コンボいかなくていいか、いかなくても倒せるわこれ。倒していい、できた。熟成12もあるわ。 HP 遅延やべえって、それやばいってばよそれ。333、マジかマジか。これ打って、いやこれ耐久できっかな。ちょっとあれしようか、残そうか、火を残しておこう。若干残して、こんな感じでこんな感じで残して、そうそう、残せばいいんだ、残せばいいんだ。で6個あれば勝ち、6個あれば勝ち。なんなら9個あった方が俺はいいと思ってる。でルーレット来た、ありがてえ、ナイスナイスナイス、頑張れ、いけるぞ。対戦も振ってる、 OK。 で6個あるかな、これあるかな、6個ある、あるかな、フォース、あーあるね。じゃあこれ4月誌というか、あのちょっとまあこんな感じで、ちょっとまあごめんね本当に今日ダメだ、パズルパズルダメだ。で吸収でしょう、あと6で溜まっちゃうんだこれ、あと1ターンで。じゃあこれ煉獄さん打って、煉獄さんこっから出すか、こっから出そうか。何秒、14秒、 OK。 こうして、はい次の日の方、はい次の方、はい次の方、はい次の方、はいこれで OK。 本当にあの人ってさ、パズルやっぱり毎日しとかない、毎日しとかないとさ、衰えるんだなこれ。あの今日さパズドラ全然起動しなくてごめん言い訳、めちゃくちゃ言い訳みたいだけど、パズドラ全然起動しなくてやべえわ。なんかパズル老人になってる。倒していこう、いける、オッケー。本当に衰えてる、毎日やらねえともうダメだなこれで、あとねなんか俺のあれで言うと、喋りながらやってるから結構それもあれかなっていうやめとこうか、この話やめとこうか。これちょっと回復するか、回復して OK、 これでいい、回復もしていこう。うん、これで9コンボ。やべえ、くしゃみ出る、やべえ、待ってくしゃみ出る。出ねえ出ねえ全然。でこれ打って、まあ、ゆっくり組もうか。ちょっとごめん、今日パズル調子悪いっていうのを鑑みて、ちょっとゆっくりしよう、ゆっくりこうなんかちゃんと見ようか、ちゃんと見よう。これで倒していこう、 OK、 倒しました。なんなら回復出せるからね、こっから出せるしね、 OKOK。 であと2ターンごめん、ほんとバンジー行けばよかった、バンジュー行ったらよかった、ミスった、マジでミスった。これで OK かな、まあちょっと回復取っとこうか。これで7、8、9、10で倒せっかな、うん、あれ、あーデバフか、危ねえ、びっくりした。14回戦来た。スライディング、三塁までスライディングしてる、スリーベースヒット、スライディングしてる。で耐久して OK。 でまたまっちゃうなこれ、打とうか、76にしていこう。全ドロ強化ありがてえな、地味にありがてえ。で分割もできちゃうと、こんな感じで76だからできたことと、これで10個もいって、いけ、 OK、 やったぜ。頭キラーかな。で100式きた。いやごめん、ちょっと調子悪いな、パズルがダメだ。で激減きた、まずい、落ち込んがなくなっちゃう、まずいまずいまずい。まあこれでいいか、ちょっとこれで許して変なゴミパズルしたけど、10コンボこれ倒せっかな。あーでも軽く出るね、
素晴らしいね。で倒して100連攻ね、来た。いや明日からね、メモリアルだっけ、明日だっけ、明日アップデートが終わって、終わると結構盛りだくさんで、ね、ネタが結構豊富にあるから嬉しいね。でこれ打って、ルーレットを作りたいけどちょっとダメかな。これでいこうか。ちょっとあれっぽいね、若干ルーレットを使ったら危なそう。ちょっとこれ耐えるスコアじゃないな耐えれる、これ耐えて、お願い耐えて、耐えろ。あー弱っ嘘、ノマダンのダメージじゃんこれ。打ってで、こうしていこう。これでどうかな、ちょっと回復つなげて消すか。これでいいか、落とすか。これで倒せるかな、いけますいいねいいね、倒した、やったぜ。いやどうでしたか。いや俺多分ダンジョン選びが間違ってんだよな普通に、ごめんなさいねまあそれも順増と。でメモロ使ったんだ。まあ普通に三段遅延でさ強いね、この変身前のスキルもいいわ。で無効貫通6個持ってて、火力も出せ、悪魔キラーもあるしね、 1.2 倍になるし。でこのスキルがちょっとごめん、今回の動画では生かしきれてなかったけど、まあでも強いな。76にできてさ、 5×4 対策できるし相当強いわこれ、めっちゃいいと思ってる。でこのこの梅丸の隣にいる、なんだこのオリンピックのやつみたいな、オリンピックのマスコットキャラクターみたいなやつも可愛いしねって感じで、まあ終わろうか。よしじゃあね。